けど時間を止めた時から物語の扉が開く。二人の出会いが遅すぎて悲劇を招くとしても愛し合う他に何ができるだろう。Maybe 沈んでいたのさ、お前の瞳に映るまでは痛みとときめきもなく時の砂にただ埋もれてた。お前の涙が乾くなら愛しい罪を犯そう。孤独で張り裂けそうな体闇に燃やして口づけで注ぐ切なさは二人だけの夜を今日も狂わせるポイズン。抱きしめるたびに怖くなる溢れ出した愛がお前壊しそうで。Yeah.